こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は日本からアメリカ競馬の祭典。ブリーダーズカップに海外遠征する日本馬。19頭について勝てるのかどうなのか、前頭診断をしていくわよ。おう。BC デイの海外馬券発売はクラシック、ターフ、マイル、フィリー&メアターフの4レースしか発売しないけど。いやいや。BC デイには日本での海外馬券発売の要件を満たしていない競争がたくさんあるのよ。BC ディスタフト、BC スプリント、BC ジュブナイル、BC ジュベナイルフィリーズは日本馬も出てるし、世界的にも格があるレースなんだけど、なんで、馬券発売しないのかな？さあ、それは規則によって決められてるんじゃないの？いや、競馬法の3条の2で簡単に言うと日本と同じレベル。もしくは以上の高生成のある主催者の競争のうち農林水産大臣が指定したレースだからね。で、中央競馬に所属している馬が出走できる海外競馬のレースで、このレースに出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものって書いてあるからね。さあ、この条文でスプリント、ディスタフ、ジュブナイル、ジュベナイルフィリーズが除外されるのはおかしいぞ。ダートのその部門での世界チャンピオン決定戦の側面もあるレースだぞ。これ、しかもダートスプリントのドバイゴールデンシャヒーンは馬券発売してんじゃねえか。これはおかしいよ。何にもわかってねえよ。農水大臣さんよ。だから現職大臣の小里康弘さんは衆議院選、落選するんだよなー。これが競馬民の怒りだー。さあ、この人2024年の10月1日からの大臣就任で競馬に関する知見がないのは別の大臣だぞ。にっこり。ってことで前頭評価の前に競馬ゆっくりでは競馬の週末の予想やレース解雇、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるのでぜひお願いします。G1 が続々に行われる10月から年末にかけては予想動画をレース当日朝に上げる可能性もあり、通称予想テロと呼ばれる所要もあるため、競馬ゆっくりの動画を見逃したくない人はベルマーク通知の設定もお忘れなく、おう。当日朝にレース予想動画は結構見逃されるからね。ってことで、まずは BC が開催されるデルマー競馬場だけど、まずはこの施設はアメリカのほとんどの競馬場とは違い州の持ち物である。そのために今の日本の競馬場のほとんどと同じように競馬場内での調教行為は禁じられており、芝はレース以外で傷まない特徴がある。おう。通説では日本の馬はスピードの出やすい軽い芝がいいって言われているから、この傾向はいいわね。さらに、デルマー競馬場の特徴として路盤が世界一と言っていいほど硬い。一説には路盤に人の手が入っていて整備されている日本の競馬場より硬いという。日本の馬が海外で構想する条件はドバイのなどある芝や名段、サウジのキングアブブルアジーズ、香港の車検などの路盤が整理されて、シンメトリーな人工的な競馬場に集中しているわね。そうね。また、今年の凱旋門賞は日本遠征馬は惨敗だったけど、前哨戦に使って新エンペラーやブレッサが掲示板内に入った。構想したレースはヨーク競馬場のインターナショナルステークス、レパーズタウン競馬場のアイリッシュチャンピオンステークス、これらはヨーロッパの競馬場としては馬場が柔らかくなく、シンメトリーなコース。ロンシャンの凱旋門賞の日本馬の惨敗史と比べると明らかにいい数字。そう考えると、日本の馬にこのデルマーの馬場とロバンとシンメトリーなコースは合いそうね。まあ、デルマーは中央競馬に例えると函館競馬場以上の超小回りコース。枠の並びも重要だし、デルマーの経験はかなり必要だけどね。馬の部分は問題ない。むしろ有利だけど、騎手の部分で経験不足の面はあるわけね。そういうことね。で、BC ジュブナイルターフのエコロジーク、BC ジュブナイルのエコロアゼル、シンビリーブ、BC ジュベナイルフィリーズの乙女な社長あたりはすべてアメリカの外国産馬ですべて国際派で内国産の馬から離れつつある森秀幸の管理馬。おう。BC スプリントにメタマックスも出走させているし。なんていうか大量進軍ね。おそらく、
招待状的なものが森秀幸のところに来ていると思うし、正直世界的には競馬は不況状態だから日本からの遠征馬、特に JRA で海外馬券を発売できるレースの馬は現地の主催者からすると喉から手が出るほど欲しいからね。そうなると BC は帯同馬にも優しいたくさんの大レースをやるシリーズだからそういう馬を呼び込みやすいわけね。そういうことだけど、そうなると森秀幸厩舎の馬たちはそういう帯同馬的扱いだし、メタマックスも正直って感じだし、悲しいけど難しいってことね。そうね。ただし2歳戦は全然わかんないんだよね。出走メンバーも馬のレベルもどっちが高いかどっちが優れてるかなんて言えない。そういう意味では全部ワンチャンあるし、全部惨敗の可能性もあるわね。全部 G 評価よ。はあ、そういえば基準ってどうなってるの？ A はぜひ買いたい本命候補、B は条件次第では対抗まで、C は紐なら、D はいらない、G はギャンブル。そういう基準で全頭評価していきたいと思うわ。おお。でも BC ジュベナイルフィリーズのアメリカンビキニと BC ジュベナイルターフの里のカルナバルはどうなの？この2頭については様々な考察ができるんだけど、まず、アメリカンビキニね。正直この BC 遠征は惨敗すると金融庁が動き出すほどひどい海外遠征よ。はぁ、あ、どういうことなの？この馬は牝馬でシルクホースクラブのクラブ馬よ。未勝利、1勝クラス勝ってるけど、遠征費はその賞金の倍程度の2700万円程度。それで総賞金200万ドル。日本円に直すと約3億円。1着賞金は約1億5500万円。優勝したり2着ならまあ、って感じだけど3着はトントン諸経費負け程度。それ以下は完全に赤字。こんな出資者に負担とリスクを強いる遠征がまかり通る方がおかしいわよ。逆に言うとこの馬は持ち込み馬の実質アメリカ産馬。そういう意味では他の出走馬と大した違いはないけど。って感じね。つまり、こんな金融庁リスクのある海外遠征は普通じゃないと？そういうことね。だからこの馬に限ってハビー評価を与えたい。これで惨敗したらマジで金融庁入るって。それくらい車台にもノーザンファームにもシルクレーシング、シルクホースクラブとしても危ない橋渡ってるって。おお、里のカルナバルの BC ジュブナイルターフに関しては朝日は今で G1 挑戦できないし。BC デイという帯同馬がたくさんいるレースで G1。いいね。ってことの参戦かなー。ここを使っても朝日杯には間に合うし、遠征費払っても1着賞金は約7500万円。ここは金持ちの道楽的な感じね。父も北サンブラック、母も欧州馬だし、決して血統的にアメリカって感じじゃないしね。アメリカの芝ってのもあるけどね。そういう意味ではこの挑戦は日本の競馬の構造的な問題もあるけど前向きな挑戦。面白いと思うし、頑張ってほしい。B 評価はできるわね。おう。BC ダートマイルの帝王サンドには、ケンタッキーダービーの帯同馬として G2 のアリシーバステークスでまさかの2着、その後日本でオープンの名鉄は惨敗。この馬が BC ダートマイル勝ったら奇跡だけど、ワンチャンアメリカの空気は合うかもしれないから頑張ってほしい。D 評価ね、これに関してはねー。今回はテンハッピーローズの帯同馬っていう扱いなのかしらね。そうだと思うけど、アメリカの G2 でいきなり2着は夢見たくなる気持ちはわかるわね。おお、BC スプリントに関してはこの部門、オーストラリアや香港のオセアニアの生産馬が芝のスプリントを牛耳っているようにアメリカ、北米の生産馬や馬がこの部門は世界を牛耳っている。そういう意味では父が日本の大和メジャー、母が北米の G1 馬のイーミス・フランキー。半分は北米だけど、ドバイ・ゴールデン・シャヒーンでは北米の一流半とアメリカンな競馬で2着。ここは B 評価にしたい。確かに BC スプリントは本場のダートスプリントの強い馬が集まるけど、この路線の絶対王者だったエリートパワーは引退、2番手のガナイトも引退していて、この路線の主役がまだ出てきていない。そういう意味ではかなりチャンス。ぜひ日本の守護馬の大和メジャーに BC スプリントのタイトルを
って感じね。リメイクはどうなの？決して力が足りないわけじゃないんだけど、今回の超小回りの競馬場でこの馬の差し足がどこまでいけるか、ハイペースで前で粘りまくるアメリカンな競馬では差し切れないと考える。よくて3着 C 評価ね。おお、ドン・フランキーの方が可能性あるわけね。これで勝ったら北米でドン・フランキーの主母馬需要は上がりそうだし、大和メジャーへの注目度が上がるわね。で、メタマックスはどうなの？いい馬だけど、ここで走るような馬じゃないわね。少なくともリメイクやドン・フランキーと日本で勝負できる馬じゃないし、そういう意味では D 評価ね。おお、じゃあ、BC ディスタフはどうなの？外国産馬のオーサムリザルト。こちらもエンゼルのクラブ馬で完全に一口馬主としての収益性はアウトなんだよな。これも金融庁案件になりかねない。牝馬は主母馬売却益ないからね。いくら繁殖勝ち上げても。ってやつね。で、今回はメンバーレベル的にはそんなに強くない印象なんだけど、3歳に最強クラスのアメリカ2冠馬、しかも3冠をわざと回避し、ボバ混合のトラバーズステークスを選択して2着。正直ここでは各賞クラスのソーピードアンナがいるからなぁ、金量差もあるし、2着までならオーサムリザルトはあるだろうけど、って感じね。B 評価、おお。アリスベリテは？申し訳ないけど初ダートだし、フィリー&メアターフに出れないからこっち来たわけでしょ。正直思い出しそうよ。 D 評価ね。厳しいわね。 BC マイルは欧州3歳馬の独壇場ね。この金量で退去出走してくるとは。クイーンエリザベス2世ステークスなんかに散ればいいのに、ってことはかなり厳しそうね。ただしこの超小回りのコースだからそこは器用じゃない欧州馬には難しいところなんだけど、かといって、ジオグリフもテンハッピーローズも横山武志、津村明秀とデルマーの経験がほぼない機種、アメリカの馬はガンガン行くだろうし、そういう意味ではテンハッピーローズは短距離の馬だし良さそうだけど、後ろからの欧州馬のスピードにやられそうも気はする、ただし現地の馬は全体的に低調。1着ならテンハッピーローズは展開が向けばワンチャンありそう。 G 評価ね。おお、ジオグリフに関しては立ち回りをやらないとダメな馬だし、横山武史にはそれはできない。かといってギュンと切れる足はないし、そういう意味では D 評価かな。現地の機種乗せるべきだよ。ジオグリフはさあ、はあ、やめろやめろ。 BC ターフも全体的には低調なメンバー、レベルスロマンスもドバイシーマクラシックは日本のリバティアイランド、ジャスティンパレス、シャフリアールを破って勝ってるけど、展開利がかなり大きい勝利だし、で、キングジョージ2着にドイツのオイロと勝勝ちでしょ。明らかにもう引退を見据えて主母馬勝ちを落としたくないっていうローテーションだし、そういう意味ではこのレースには仕上げてきているけど、メンバーを舐めているような気はする。まあ、現地アメリカ勢も小粒だしねー。だからレベルスロマンスやエミリー・アップジョン、ルクセンブルクの欧州おじさんおばさん勢との戦いにシャフリアールとローシャムパークが勝てるかってことだけど、枠はうちでいい感じなところに入ったし、この枠を活かすような競馬ができるかで勝負が決まるわね。ルメールとクリスチャン・デムーロだし立ち回りは問題ないけど、大事なのは上がり勝負でものすごいスピードの欧州勢を凌駕するようなスピードはこの2頭にはない。どこで仕掛けてセーフティリードを取るかという問題。能力的にはどっちも掲示板には乗れる実力はあるけど、勝つには展開の助けが必要。そう考えるとどっちも C 評価かな。頭はかなり難しい。おお、で、最後に BC クラシックだけど、マジで今年は勝てるんじゃないの？それは去年も言ってたわね。にっこり。さすがにダート中距離はアメリカ勢の独壇場。世界最強クラスだけど、今回は小馬に絶対的な馬がいないし。まあ、怖いのはネクストかな？こういう連勝馬はぐーんと勝っちゃうことあるしね。これは交通事故ね。まあ、それを考えなければケンタッキーダービー3着の日本の希望。フォーエバーヤングとどっこいどっこいのシエラレオーネや復調したフィアースネス。
ていう3歳勢が有力になるだろうし、ウシュバテソーロから見るとサウジカップで負けてしまったセニョール・バスカドールは金層不振だし、ウシュバテソーロもセニョール・バスカドールもこの小回りのデルマーは合わないんじゃないかと思うんだよね。そうね。だからウシュバテソーロは実力は認めるし、コバではこのメンバーでも最強クラスだけど B 評価かな？おお、デルマ外掛けは日本テレビ杯の惨敗は気になる。もしかしたら気持ちが切れているのかも。それでアメリカのハイペースのダート、しかも小回りは合わないと考える。オーバーペースで D 評価ね。フォーエバーヤングはどうなの？陣営が最内枠は嫌っているって話だけど、このコースでは絶好枠じゃないかな。ただ坂井優勢だとこのコースの経験がね、そういう意味では馬自体は B 評価は上げられるけど、坂井優勢込みでは C 評価かな。今回は人気が集中しそうで人気を吸う出しになりそうだしね。おお、以上で2024年の BC デイの日本馬全頭評価を終えていくけど、動画終盤の評価まとめっていうのを見て評価を見られるからまとめはしないわね。は？今回は馬券っていうよりも日本の馬がアメリカでどんな活躍をするのかっていうスポーツ的な見方があるしね。こういう動画もいいんじゃないかしら？おお、ただ、個人的には藤田進の勝負服には勝ってほしくないわね。はぁ、どういうことなの？あの人のやってることって町田ゼルビアもとにかく勝って、強ければみんな見てくれる。みんな評価してくれるっていう思考が見て取れるし、そういう意味で新エンペラーやフォーエバーヤングなどでの積極的な海外遠征もそういうものを狙って注目や評価を享受したいって思考のように見えるしね。おお、個人的にはそういうものを否定する気はないけど、なんだかなぁ、って思ってしまうわね。まあ誰れそうなことを。個人的にはマジでアメリカンビキニの出資者の財布の方が心配だよ。これはマジでヤバい海外遠征だからね。買ってくれたらハッピーエンドだけど、惨敗して金融庁が来てくれれば一口馬主がもっとより良くなりそうな感じだし、どっちに転んでもって感じはするしね。アメリカンビキニの出資者だけがこの不利な賭けにフルベットしている？そういうところだからな、シルクホースクラブくん。は？以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。